はい、皆さんこんにちは、ゆりさです。はい、本日は GNS の購入品が結構溜まってきたので購入品紹介をしていきたいと思います。もう本当に購入品紹介が追いつかないっていう感じですね。ちょっと溜まっちゃうと本当にもう紹介するの大変になっちゃうし、GNS 以外の購入品もこの後取る予定なんですけど、もう新品のまま紹介したくて貯めていたんですけど、普通だったら1個買ったら整理してとかクローゼットに入れてっていう状態になると思うんですけど、なんか YouTube 撮るまで撮っとこうって、新品の状態の綺麗なまま撮っておこうって思って貯めていったらとんでもないことになってきちゃったのでこれはこれでちょっと大変だなと思ったので、もうそろそろまとめて紹介しようと思って今動画撮ってます。はい、では始めていきましょう。はい、ではスタート。はい、じゃあ今回も購入品紹介をしていきたいと思います。で商品名とか写真とかは後から後付けしていくので、そちら見ていただければと思います。でまずこちらのカーディガンです。カーディガンって結構私たくさん持ってるんですけど、カラーのカーディガンって意外と持っていなくって、で今年私個人的に気になるカラーっていうのが青とオレンジ、ピンクが結構個人的に着てるカラーだったので、ピンクを購入しました。結構一目惚れで新作で入ってきた時にもう購入しようと思ってすぐ購入したアイテムです。でこれの可愛いところっていうのが、この見えますかね、ふんわりしている毛足の感じが、なんかほんと冬のニットっていう感じがすごくしますし、素材感もふわふわしていて気持ちいいので着やすいような素材感になってます。で、これが羊毛をほんと 3% なんですけど、羊毛 3% 入ってることによって色味の出、なんか出具合がなんか他店さんにない風合いの色味を感じしませんか？変色のピンクとかポリエステルにこう混合されているピンクとかってもうちょっと濃いめのピンクのイメージ強いんですけど、なんかこれ羊毛が入ってるからか本当に淡いカラーの色味で、なかなか他店さんでは見当たらないカラーだったので購入しました。これもピンクだったら大人な、私ももう大人な方なんですけど着やすいピンクなので、取り入れやすいかなと思って購入しました。ちょっと着てみましょうか、せっかくなので。今モノトーンなのでちょっとこうカチッとした感じなんですけど、これにピンク合わせるとすごい可愛いかなと。なんかねやっぱりね動画内で着た動画の方がすごい見やすいのかなと思って、着た方が分かりやすいかなと思って、こんな感じです。可愛いやっぱこれ可愛いですね。で私骨格的にもこのクルネック、こういうクルネックの形って華奢に見えるような感じなので、クルネックのカーディガンすごい大好きで、本当あったらすぐ買っちゃうくらい大好きです。まあ他店さんではあんま買わないかもしれないんですけど、ジーナーシスだったらクルネックのカーディガンほとんど買ってるんじゃないかってぐらい買ってます。やっぱりお袖の丈感が長めなので、私もう手長族なんですね手長族、肩が結構ガシッとしてるので、袖が長いのがジーナイスのアイテムの大好きなところなので、やっぱり本当カーディガンだったらジーナが間違いないかなと思います。ネックでクルーネック、袖が長いで色味が他にないっていうのでもう買いました。ジーナのアイテムって本当可愛くて、他店さんで見てても結局ジーナで買うことの方がダントツで多いです。いきます。続いてです、こちらです。こちらのスカートです。タイトスカートですね。色味を見ていただくと分かるんですけど、ブラックとブラウンのニットがこう混合でミックスでですね入ってるような色味のスカートで、単調じゃないので色味が混ざってることによってちょっと深みのあるブラウンに見えるような感じ。これもほんと後ろスリットが入っててこんな感じで足さばきもしやすいですし、でタイトスカートの私結構購入する時のポイントは女性特有のこの腰回り、下のこうちょっと下っ腹のあたりが
結構タイトスカートってライン拾っちゃうもの多いなって感じたりとか、あとまあやっぱり筋トレしてで、ボディラインがすんごい綺麗な方とかだったら本当にこうピタッとしてて生地感もストレッチ素材のタイトスカートとかも履けるとは思うんですけど、とはいえ下着もねライン拾っちゃうし、なんかティーバッグ履けば大丈夫だよっていうのはあると思うんですけど、本当にピタッとしてるのってティーバッグでも多分透けると思うんですね、このラインって。だけどなんかこのタイトスカートって下着のラインも響かないですし透けないですし、ラインも広いすぎずだけどタイトなスカートなんですね。やっぱりなんか本当ジーナシスのタイトスカートって私結構持ってるんですけど、女性特有の丸みを拾わずでもすっきり履けるっていうのがすごくポイントだなと思いました。でポケットがあるタイトスカートもよくあると思うんですけど、腰回りが膨れるのも好きじゃないんですよ。だから結構こだわり強くてボトムに関してはそんな私でも、あこれはライン綺麗って感動したアイテムです。でやっぱりあのタイトスカートって、丈の長いアイテムに合わせるものが最近あの多いかなと思うんですけど、このアイテムに関してはこのカーディガンの丈感で合わせて履いた時もバックスタイルちゃんとチェックしたんですけど、すごくライン綺麗に履けたので、ショートの丈感のアイテムでも全然綺麗に履けるのがポイントです。すっごい履きやすいです。しかもゴムですし、ウエストこれはあの多分一色持ってらっしゃる方だったら何色か買う方多いかなと思うので、早めにチェックした方が良さそうかなと思います。ちょっと暑いのでカーディガン脱ぎます。さあこちらのスタジャンです。スタジャンを購入しました。で私スタジャンってなんかこう小さい頃よく着てたアイテムなんですけど、なんかトレンドって結構回るじゃないですか。で私が小さい頃子供の時も結構スタジャンってトレンドで上がってたんですね。でもその時あの持ってたくらいで、今はやっぱり一着も持ってなくて、であのスタジャンが新作で出てきた時なんかもう新鮮さに溢れてて購入しました。でこのアイテムスタジャンなんですけど、ブラックですごくシンプル、ロゴとかもなくすごくシンプルなのがポイントで、あのあとこうブラックはブラックなんですけど、こうサテンとちょっとこう切り替えになってたりとかあのするアイテムで、見え方もすごい可愛いアイテムです。お袖のところはこうクシュッと、薄手なのでクシュッとなるこの風合いがすごい可愛かったりします。行ってみようかな、行ってみましょう。さらっと薄手なのでこんな感じ。なんかこのアイテムを購入した時って本当なんか暑い日もあれば寒い日もあるみたいな時期で、でなんかその時期に着るアウターってないなって、カーディガン、こういうカーディガンだと若干まだ暑くて、だけどあのアウターを羽織るには何羽織ったらいいんだろう、シャツだとちょっと寒いみたいな時期にめちゃくちゃあの使いやすくて、これ購入してから結構もう着てます。こんな感じです。お袖の感じちょっとこうクシュッとなる感じで、こう切り替えになってて袖が サテン地なのでこのクシュッと感が出るっていう感じです。でも本当着てて分かるんですけど、意外にすっきりしててでもお袖が可愛いアイテムです。でこれあの素材違いで、あの同じカラーブラックではあるんですけど素材違いのアイテムもあったりはします。今の時期だったらもしかしたらちょっと厚手の中綿が入ってるバージョンの方があったかくて使いやすいかもしれないです。私はちょうどその、あの暑い日もあれば寒い時期もある、寒い日もあるっていう時期に買ったのでこっちのアイテムを購入しました。でこっちの薄手のバージョンの方だと若干こう毛がつきやすい、ホコリとかがつきやすいです。猫飼ってるので結構コロコロ必須でほんとすぐついちゃうので、あの持ち運びのコロコロとか私持ってるんですけど、なんか割とこまめにこうコロコロするのが手間じゃない方とかだったらこっちの方がいいかなと思います。見た目もすっきりしてて、中間の難しい時期とか春先とかも切れちゃったりはするので、まあ、メリットデメリット自分で見極めながら購入するのがいいかなっていう感じです。形自体はすごい可愛いのでこのアイテムはすごいおすすめです。はい、じゃあ次アノコリンクショートプルオーバー、こちらですね。お値段が6000
税込6600円です。このアイテムも一目惚れで購入しました。なんなら試着せずにちょっと買っちゃったくらい色味とこの素材感がすごい好きで購入しました。でやっぱこのサーモンピンクのカラーって私持ってないカラーで、さっきもあったと思うんですけど、淡いピンクのカラーってもともと持ってないので欲しいなと思って購入しました。で、こちらはお袖と、見てわかるんですけど、お袖とこの前身頃の編み方がちょっと違います。ここもすごいデザイン性、シンプルだけどデザイン性があるポイントかなと思います。で丈感自体もそんなに長くなくて、私164センチなんですけど、インせずに着れる長さです。デニムと合わせた時も丈感バランスよく着ていただけるような、アイテムなので、まあちょっと腰回り気になるなっていう方はシャツとレイヤードして着ていただくと、ちょっとこうドッキングのアイテムみたいな感じで着れるので、おしゃれに決まるかなと思います。私はこれはもうなんかデニム合わせで着たいなと思ってて、今結構ナチュラルな気分っていうよりかは若干ちょっとカジュアルも着たいな、綺麗めカジュアルで着たいなっていう気分なので、私今だったらこれに、まあ、シャツ重ねる時もあれば、まあ、このままデニムと合わせてとかサロペと合わせて着るかなと思います。メガネかけてお団子にしてっていう感じが今ちょっと気分かなと思います。こんな感じでいきたいなって思ってます。はい、サクサクいきましょう。はい、次こちら、皆さん当ててないんですけど写真貼っておきますね。ハッピーカラーストール、お値段が税込み4,400円。このアイテムはもう本当に私、新作で入荷した日に出会えず、3回は確実になんか店頭に出勤の時に出会えてなくて、でやっと出会えて在庫もあったので購入したアイテムです。もうこの配色がもうすごい可愛いですよね。原色のオレンジとブルーとイエローが配色で入ってて、こう3つこういう風にちょっとこうね、アレンジの巻き方した時にすごい映えるアイテムなので、まあ私モノトーンのアイテムも結構多いんですけど、首元だけちょっとこうカラーを混ぜたりとか、これにカラーソックスでちょっと外したりしたら可愛いかなと思って購入しました。もうこのカラーがもう本当になんかレア色すぎて、もうこのタイミングしかないと思ってもその場で買いました。もう決断力大事だなって思います。これは本当見つけたら購入したんだ、本当に数ないと思います。はい、じゃあ次、はい次ですね、こちらのアイテムはもう完売してる店舗さんとかも多いかなと思うので、まあ、ちょっと時間が経ってしまったんですけど、こちらですね、こちらのニットになります。結構生地感が地厚で、で、こう生地がしっかりしてるアイテムっていうのがすごい好きで、アイテム的にすごい好きで、気に入ったアイテムです。でこちらのアイテムが麻が混合で入ってるんですね。麻混合のニットってすごい珍しいかなと思うんですけど、麻って結構夏のイメージが強くて、麻のこうリネンが混合のシャツとか、なんかリネンが混合のサロペットとか、そういうのは結構見るかなと思うんですけど、ニットにこう混合で入ってるのってすごい珍しいかなと思って購入しました。で、やっぱ麻が入ってることによってニットの特有のこう柔らかさっていうよりかは、麻が入ってることによって生地感にちょっとシャリ感があるような素材感になってます。なのでちょっとまだタグついてるので分かると思うんですけど、着てないので毛玉の感じとかはちょっと試してみないと分からないんですけど、これだけしっかりしてる生地感だったら毛羽立ちとかもそんなに少ないんじゃないかなと思います。まあ実際に着てないので何とも言えませんけど、でもこれだけ生地がしっかりしてると見た目のこう重厚感というか、すごくしっかり見えますし、冬のニットのこの生地感、地厚の生地感だと高見えも間違いないし、着ててすごくなんかこう、ね、大人の女性だったら着やすいアイテムなんじゃないかなとは思います。ブルーとかももともとカラーが、あとこうベージュ感、色味的に言うともあったんですけど、まあ私無難に使いやすいブラック、でもブラックでもこの生地感のしっかりさっていうのがはっきり見た目から分かるので、もう黒かなと思ってブラックを購入しました。だからずっと使えるアイテムだと、ずっと使えるアイテムだとやっぱり白黒が欲しくなるっていうのが、私個人的な感想です。でももう在庫ないかもしれないです、今の紹介で申し訳ないっていう感じなんですけど、
すいません。はい、じゃあ続いてですね、こちらですね。これももうあるかな、ウェブとかだったらあるかな、ちょっと調べときます後で。はい、カピッツァのコラボのエコバッグになります。でこれは私2色買いしてて、こっちのカラーはもうなんか常備というか、もう荷物が入ってる状態になってます。エコバッグで使用してるっていうよりかはサブバッグでこっちはもう使っちゃってます。でこっちはエコバッグとして使おうかなって思ってるアイテムです。でこれ2色買ったのは、あのこのサイズ感って意外とありそうでないというか、これより大きいサイズ感はもちろんあったりとか、あとトートバッグがあったりとか、なんかこうデザインがすごいモードに使えるこう柄っていうのが、なんか正直探してても本当にないので、無地とかはあると思うんですけど、とかトートバッグとかよくあると思うんですけど、モードな柄のこうエコバッグってなかなかないので、うん、購入しました。2色でも全然後悔ないです。正直すっごい使えます。でももうもしかしたら店頭だと在庫ないのかな、ちょっとわからないんですけど、後で調べておきます。なんか荷物も私すっごいもともと多くて、でバッグとかももう1個バッグ持ってて、もう1つサブバッグでこんな大きいの持ってるぐらい普段あの荷物が多いんですけど、なんかバッグ自体がただでかかっただけで、その中間のサイズがなかったから大きいバッグを持ってたんだなってことに気づいて、このサイズ感だと意外と収まります。今まで持ってたバッグの大きさこれぐらいなんですけど、このサイズ感に全部収まったので、あ、これですね、このサイズ感に全部収まったので、あ、この大きさって意外とありそうでなかったと思って購入しました。正直これはもう本当に買ってよかったなって間違いなく思うアイテムです。じゃあ次、はい、じゃあここからはセールになっていたアイテムをご紹介します。こちらですね、こちらのシアーノトップスのブラウンとこちらブラック購入いたしました。で、このアイテムはもともと購入する気はなかったんですけど、結構スタイリングとか見てて、私がしたいコーディネートにぴったりだなっていうのと、意外とシアーノトップスってメロ首がこうちょっと甘くなってるのとかが多くて、意外とこのベーシックさがないと思って2色購入しました。で、最大のメリットってこうインナー、こういうキャミワンピースにニットで重ねた時に、この上半身肩周りが若干こう張るっていうのが私結構気になるというか、結構着痩せして見せたいタイプなんですね。なので、あの普段着とか、あのジーナイスのこのクロップド丈のトップスとかの方がよく着たり、あの夏場だったらスクエアのタンクトップ、総張りのタンクとかを着たり、なんかすごくこう綺麗に見せたかったりとか、華奢に見せたいという気持ちが強くて、で、シアーノトップスだと結構抜け感が出ると思うんですね。なので重ね着した時もすっきり見えそうだなと思って、これからすごい使いそうだなと思って購入しました。で、シアーノトップスだったら結構春とか、あの秋とか、まあ、夏場も、まあ、真夏じゃなければ着れますし、まあ、レイヤードが大好きな私にとっては絶対着回しができるアイテムだなと思って購入しました。はい、じゃあこちら2色ですね。両方ともセールでお安くなってました。はい、後で値段は調べておきます。はい、次ですね、こちらのデニムサロペです。はい、こちらもちょっとお安くなってて購入いたしました。で、私なぜこのサロペをセールになってから買ったかっていうと、もともとデニムサロペをめちゃくちゃ持ってるんですね、私自身で。正直サロペット多すぎて、なんか使うの本当にっていうので、あの購入になかなか至らなかったんですけど、でもやっぱりなんかこの形のすっきりさと、あと重ね着のしやすさ、厚手のニットの上からでも意外と着れちゃうっていうのもいいなって思ったりとか、なんかちょっともう後からなって欲がすごい湧いてきて我慢してたんですけど購入しました。でも買ってよかったなと思います。なんか本当に今回購入したこのシアーノ
トップスに春とか重ねても絶対可愛いし、こんな感じですね。こんな感じで重ね、あー可愛い。本当になんか今ちょっとキレイめカジュアルがあの気分だったので、私の気分にドンピシャだなと思って、で元々なんならブラックを購入しようと思ってたんですね、あのまだセールになってない時は。でもなんかこうサロペいっぱい持ってるしなと思って、時間が経ってブルーがセールになって、でもよくよく考えたらブルーの方が絶対着回しできると思って購入しました。これだったらピンクのカーディガンと合わせても絶対可愛いし、もう白のこういうリブのニットに合わせても可愛いし、よかった、なんか本当間に合ってよかったですけど、本当に購入してよかったって思えるアイテムです。というかなんかあんまり後悔がないんですよね、購入してるアイテム多いから。なんか後悔してるの多そうとか思われると思うんですけど、意外と厳選して同じアイテムを2色とかで購入してるので、あんまり後悔がなくて、うん、まあ買い物の仕方としては、うん、いいのか悪いのか分かんないけど、いいのかなと思っています。じゃ次こちらですね、こちらもセールで購入しました。ソツウェイはワイドテーパードパンツ、もう私多分確実にピンクが気分なんですけど、これはカラー的にすごくあの私が持ってるアイテムに着回しできそうだなっていうのと、私は結構これはきれいめカジュアルに振り切っていきたいなって思ってます。私結構グレーのアイテムって苦手意識が強くって、なんかなんならマスクのグレーでここ赤の配色になってるやつってデザインが可愛いからと思って購入したんですけど、やっぱり肌がくすむ印象があったんですね。で、今回、前回あのグレーの裏系を購入してて、あのアイテムに関して言うとデザインも可愛いしビッグサイズが可愛かったのですごい使ってるんですけど、もともとは結構グレーの苦手意識が強いタイプなんですね。でもこの色のこのカラーのピンクがあればトップスグレー持ってきても割とこうちょっとナチュラルだけど人と被らない、でもワントーンで可愛いコーディネートが組めるなと思って、苦手意識も克服できそうだなっていう意味で購入しました。これにグレーのパーカーとかめちゃくちゃ可愛くて、ちょっとレディーライクではあるんですけど、まあ私は結構こう綺麗めカジュアルが好きなので、これにあの前に購入したニューバランスのホワイトのスニーカーにグレーのパーカーで、今絶妙に欲しいのは、まあ、これに合わせて着れるショート丈のグレーのトレーナーが今絶妙に欲しいです、うん、これは正直あのデニム系のデニムジャケットに合わせて春先着ても可愛いし、あとはまあホワイト系でニットとかで合わせても可愛いし、でも一番なんか組み合わせして上品に見えるのはグレーかなと思って、で苦手意識が克服できそうだなと思って購入しました。グレーに例えば黒とかっていう組み合わせってちょっと私なんか重く感じてしまうんですね。なんかちょっと苦手意識があるというか、まあカジュアルに振り切りすぎちゃうかもしれないっていう理由があるんですけど、やっぱちょっと色を足してあげるだけでなんか着やすくなるのであれば、これが1着あるとこれからすごく着回しできるんじゃないかなと思って購入しました。あとバックゴムです。私バックゴム苦手なんですけど、これに関して言うと形がバックゴムなことによってこうちょっとふんわり感が出るというか、裾になるについてちょっとこう細くなっていくんですけど、ここはゆったりしてて足首あたりになると細くなってっていうシルエットがすごい可愛いので、こういう時はあんまりバックゴムは気にしません。綺麗に着たい細身のパンツの時はバックゴムは買いません。はい、その違いです。続いて前回紹介できてなかったアイテムでもうちょっと完売してるんですけど、こちらです。ニューバランスです。でもこれはかなりもうあの実際に履いている回数が多くて、まあ白もご紹介したと思うんですけど、あの2色買いしてて、この2色は今年一番買ってよかったアイテムです。軽いし履きやすいし足元にポイントを受けるし、配色も可愛いし、なんかこう
こういうちょっとこうモノトーンで単調なこうコーディネートの時も足元でちょっと外してあげると個性が出るし、もう正直これ本当に買ってよかったと思いました。やっぱりなんかこうちょっとね金額がね割とスニーカーなのでするので2色買うっていうのはどうかなって思うとは思うんですけど、自分がドンピシャに欲しいなって思った時はもう躊躇せずに購入した方がいいなって思いました。でもこれすぐなくなっちゃったので本当にすぐ購入してよかったなって思ったアイテムです。いや本当に迷ってたらねすぐなくなるので、まあこういうのって一生ものの出会いというか割とずっと履けると思うし、私がもうちょっと年齢重ねてもスニーカーだったらねずっと履けるアイテムではあるので、もう本当お世話になりたいと思います。これはもうずっと履きたいと思います。はい、ジェネシスはジェネシスでまとめようと思って量が多いので、はい、以上となります。ね、ちょっと今回動画が長くなってしまって喋ってることも多いのでどうかなと思ったんですけど、まあもう可愛いアイテムが多すぎて本当に追いついていかないよっていう感じです。まあ、今回やっぱりピンク系のアイテム中心にまとめてね買ってる印象がありました。そういう気分なのかなって思いました。はい、じゃあまたジェネシスで購入するアイテムが増えてきて溜まってきたら紹介していきたいと思います。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。